はい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 、始まりました。毎度おなじみ3分でわかる豆知 TV。 でございます。私、佐久間雄吾、1986年7月23日生まれの獅子座の B 型、25歳。精神年齢は中3の2学期。好きな食べ物は、飯、刺身、焼き鳥、焼肉、鍋。この時期いいですね、鍋。湯豆腐もいいですね、やっぱこの寒い時期は熱燗でクイッと湯豆腐でいきたいところです。はい、そんなわけでここ千葉県旭市 JR 干潟駅から徒歩1分にあります手作りアクセサリーのお店ラスタ、そこから全世界中に配信しております。インターネットの方ではレンタルでウェディングアクセサリーを全国の花嫁様、幸せをサポートしております。そしてただいま新しく取り組んでる企画、最近の若者、カップル、結婚式を挙げないカップルの方が5割以上、7割近くいると言われております。式を挙げないカップル、ナシ婚とかフォトコン、写真だけ収めて結婚式を、式は挙げない、経済的な理由とか、あとは面倒だったりいろいろ皆さん、理由はありますが、そういうフォトコン、ナシ婚のカップルのためにドレス、ウェディングドレスを500円で貸し出ししようと思っております。今ホームページの方を制作しております。ショルダーネックレス、当店の自慢の人気商品ショルダーネックレス、そちらを4800円、幸せ4800円、こちら通常1万円近くのものを全部値下げして一律4800円にしました。お店の宣伝は、さておき、今回の3分の豆知恵 TV はタバコ、最近また問題になってますね、値上がりとか値上がりとか、タバコ吸う人は悪だみたいな、健康に良くないとかありますけど、健康に良くないとか言ってるけど、そんなのを作ってる段階から気づかなかったんですかね。なぜ今さらこんな健康とか言ってるんでしょうか。僕には疑問でたまりません。そんなタバコを好きな方に、僕も吸うんですが、そうタバコ吸う方にですね、何喋ろうか忘れちゃった。そうタバコを吸う人に健康にいい食べ物があります。その食べ物はというですと、わかめでございます。わかめの味噌汁を飲むとタバコを吸う人の、そうですね、健康にいいと研究データが出てるらしいです。毎朝朝食の時に味噌汁の具にわかめを入れて飲めば健康にもいいし、好きなタバコも吸えるし、一石二鳥でいいんじゃないですか。わかめをそのまま食べてもいいらしいです。タバコを吸う人の体にいいと言われているわかめ、ぜひチェックしてみてください。はい、今回はこの辺で3分でわかる豆知恵 TV おしまいです。よければこちらの動画、 Twitter、Facebook、Mixi、 何でもいいのでリツイートとかしてくれれば嬉しいです。
あとはお気軽にメッセージなども書き込んでくれたりとか、メールくれたりしても構いません。フォローとかしてくれれば、まあ多分ツイッターの方はフォロー返ししないと思いますが、ミクシーとか、フェイスブック、あと最近始めた Google プラス、こちらなどやっておりますので、ぜひチェックしてみてください。佐久間優吾で検索か、優吾佐久間検索、レンタルラストでも検索、よろしくお願いします。ありがとうございました。